ブルトラッカーは1本のギターによる演奏をあたかも2人で演奏しているようなサウンドにするエフェクトです。一方はステレオの左チャンネル、もう一方は右チャンネルに停止しますので、このビデオはステレオ再生環境でご覧ください。ダブルトラッカーはステレオエフェクトですので、スタックセクションの後ろのモジュールにアサインしてください。プロファイラーのパネル操作の場合はエフェクトボタンを長押しし、ブラウズノブを回してエフェクトを選択します。ダブルトラッカーはイコライザーカテゴリーの中にあります。まずは標準的な設定のデフォルトセッティングスをロードすると良いでしょう。もちろんリグマネージャーでも設定可能です。エフェクトモジュールをクリックし、左端の四角いボタンをクリックするとエフェクトカテゴリーのリストが表示されます。イコライザーカテゴリー、そしてダブルトラッカーを選択し、ここでもデフォルトセッティングスをロードしましょう。ダブルトラッカーには4つのパラメーターがあります。それぞれのパラメーターの働きを確認してみましょう。ルーズネスはトラッキングの精度をコントロールします。ステレオは左右の広がり具合です。プラスマイナス 100% が通常のステレオ定位です。デチューンは左右のギターのピッチをわずかにずらします。エアコーラスと同じような効果が得られます。ボリュームは弦音とダブルトラッカーのバランスです。
それでは様々なギターサウンドとフレーズでダブルトラッカーの効果をご確認ください。We'll be right back.